今回はまだカメラを買ってから日が浅い方など初心者が設定しておくと今後スムーズに撮影ができる設定についてです。ぜひお手元にカメラを置いて画面を止めながら確認をしてみてください。私のカメラは富士フイルムなのですが、各メーカーによって多少名称が違うかと思いますけれども、同じ設定がどのカメラにも入っています。画面表示の設定で撮影時、再生時の表示切り替えです。今は撮影時の画面になっています。このように画面を切り替えることができます。次は再生時です。すでに撮った写真になりますけれども、こちらもこのように画面の表示を切り替えることができます。この表示が切り替えができない方がいらっしゃったりするんですけれども、その前に設定をしないと表示が切り替えができないようになっているので、まずはどうしたら表示切り替えができるのかを見ていきたいと思います。この表示設定ですね、表示の設定の中のどれを表示させるかという画面のカスタマイズというところなんですが、今チェックマークが全て入っています。このチェックマークが入っているものが表示として出てくるよということになってきます。例えばこれを全部消してみます。このように表示が何もされない状況になりました。この画面の切り替えのためのボタンを押しても何も変化がない。もう一つ多分出ると思いますけれども、このページすらも出ないというカメラもあります。そして再生に関してですけれども、このカメラの場合は表示が出てきてますけれども、この項目の一番上の方に再生のマークがあったりするカメラに関しては、そこの再生時の中の表示というのを先ほどと同じようにチェックなどを入れないと出てこないカメラもありますので、再生で切り替えができない場合はチェックを入れるようにしてください。表示がされるように先ほどチェックを入れたところの、この一番上のフレーミングガイド、そして電子水準器、こちらについて説明をしていきたいと思います。このフレーミングガイドというのは、他のカメラですと経線だったり、グリッドラインだったり呼び名がいろいろになるんですけれども、この黒い線が出ているのが分かりますかね。これがガイド線、経線と呼ばれるものになります。これを出しておくと構造を今後決めてやる際に便利になりますので、これを出しておくと良いかなと思います。例えば縦線があるビルだとか、そういう時にこのガイド線に沿って縦の垂直を合わせるなどガイドとして使えますので、これを表示として出していきたいと思うんですが、先ほどと同じようにこの表示の設定という画面の中に、こちらのカメラの場合ですとフレーミングガイドと言いまして、今見ると3パターンが出てきています。他のメーカーのカメラさんですと斜めになっている対角線の線が入っているガイド線が選べたり、オリンパさんとかですと方眼球分割でもなくて一番上に黄金分割というものがあったりもします。5つぐらい選べるよというカメラもあります。このカメラですと3パターンですが、基本一番上にあるこちらのガイド線のものを選ぶのが良いかと思います。今9分割というものになっているので9分割になっています。そして水準器というものなんですが、今ここに緑色のラインが見えるかと思うんですけれども、これをちょっとカメラを傾けてみますが、今緑色が白くなりました。このカメラの場合水平線の水準が取れてるよとなると緑色になってきます。他のカメラもここまで線がいかなくて真ん中のところにこういう風になるようになっているものとかもありますので、これを出しておくと風景の撮影などで水平線がこう歪んでいたりしないようにこううまく合わせるなど便利になりますので、これを出しておくといいかなと思います。ボツだったり被写体が必ずしも水平じゃないといけないよというものを撮る機会がないよという人はこれが邪魔になるかもしれませんので出さなくてはいいかなと思います。先ほどのこのチェックマークを外すと水準器が外れると思いますので、こう緑のラインが消えました。
今見ている画面の中でここに何か出てきているのが分かりますでしょうか。画面を切り替えてみますけれども、同じものが出てきています。こちらは再生の画面を選んでも同じようなものが出てきました。先ほどよりも赤、緑、青というのが出てきてますが、こちらの画面で説明をしたいと思います。これは何かというとヒストグラムと言いまして、光の分布図になってきます。今これが合計になってきてますけれども、さらに赤、緑、青となってます。 RGB 色の三原則、この今見えているここの画面の中の分布図なので、左側に寄っているものというのが暗い方で、こちらの方に行くと明るい分布図になってくるので、これで今現在見てみますと赤と緑が割と暗め、そして青が真ん中になってるよということですね。基本この左側の端っことこの右側の端、グラフがピンピンといかないようにして撮るのが基本となってきます。もし左側にグラフが伸びていた場合、撮影の画面で見てみたいと思うんですけれども、こういう感じですね。今暗い方側に行きました。そうするとこれが左側に寄ったと思います。そしてこう左側にピッとこうなってますけれども、この黒つぶれをしちゃってるよというところのお知らせになってきます。反対に明るい方側に寄っていきます。そうすると右がピッとこうなってますね。これを実際見るとチカチカチカって、ここが白飛びしてますよってお知らせになってきてるんですけれども、右側のこの画面になってくるということですね。なのでバランスをうまく取りたいなといったら、この一番右側のをまず消しますね。消していって、まあ真ん中を取っていくのが一番白飛びもせず黒つぶれもせず大丈夫ですよという状態になってくるということです。このヒストグラムもぜひ確認しながら、あ、左によって黒っぽくなってないかな、右に行って白飛びしてないかなというのを注意してやっていくといいと思います。今現在ですね、ここがちょっとチカチカチカってなってますね。これはどう表示をするかっていうと、先ほどのチェックのところで表示させるかさせないかというところが選べるようになっています。こちらの画面のここですね、ライブビューハイライト警告というところになってきますが、今はチェックが入っているから、先ほどみたいにチカチカチカとしてここが白飛びしてますよという警告をしているわけです。これを消してしまうと、さっきチカチカチカってしてたのが消えましたね。ヒストグラムをうまく読んでいければ別に先ほどのチカチカチカってするのを出さなくても良いかと思います。逆に画面がうるさくなって嫌だなと思うのであれば、チェックマークを消して表示させないようにすると良いかなと思います。次はオートフォーカスについてです。メニューの中のこちらの欄に今 AF ってありますが、どのカメラにもメニューを押してみると AF というところがあると思いますので、そちらを出していただいて、で富士の場合はこの AF モードですね、こちらを右に行きます。そうするとこのピントの合わせる枠を選べますよということになってきます。写真教室の受講者さんでもピントが自分の思うところに行かないっていう人が結構 いらっしゃったりするんですが、だいたいここの設定をしていないことが多いです。例えばワイドっていうのにしてみますと、今こういう状態ですが半押しをしてみますね。そうすると今緑色がここピンとここに合ってるよとなりました。じゃあ次もう一回押してみます。今度はここに3つになりました。次今度2個になりました。例えばこの白いお花の方にピンと合わせたいと思ってもいかなくなってしまうんですね。これはなぜかというと、今ワイド、この画面の中のいろんなところにカメラが自動で行くよという設定になってしまっているので、自分の意図したところにピントがいかない状況になっているということです。次のゾーンっていうところにしますと範囲がもうちょっと狭くなってきます。今この白いこういう枠ですね、この範囲の中でピントを自動で移動するよということになるので、半押しをしてみると今ここに緑の言ってますが、ここに今ピント合ってますよ。もう一回半押しをしてみますと、今度は 1,2,3 と
方にピント合わせをしているよ、こっちの白い方になかなか行きませんよね。やはり手前の方のものにピント合わせようとしてしまうので、後ろの白いお花にピント合わせたいなと思っても、これですとなかなかカメラがここの範囲の中の手前のもの側にピントを合わせよう、そして例えば手前の中でもここにピント合わせたいよねとか自分で選ぶことができない状況に今なっているんですね。自分でピントここにしたいっていう時は、この一番上のこのシングルポイントというものを選ぶといいかと思います。今真ん中に来ました、こういう感じですね。そうすると自分でこうピントをダイレクトに合わせていけますので、今今度白いお花の方にピントが行きました。今度手前の方のここにピントが行きました。自分で合わせたいところにピントが範囲が狭くなって移動することができるので、こちらの方がよろしいかと思います。先ほどのちょっとゾーンのところで行きますけれども、ゾーンですね、ゾーンの中でこういうふうに移動させれば後ろのお花側の方には行きます。ただしこの範囲の中のこっちだったりこっちだったりカメラにお任せでなってしまうので、自分で真ん中のここにしたいよということができないので、シングルでやった方が良いかなと思います。これを毎回毎回このピント合わせる範囲をシングルにしてみたり、今みたいにゾーンにしてみたり、ワイドにしてみたりというのを切り替えをするようなシーンがあるような方というのは、今私が選んでいるこのオールっていうのを選ぶとどれにも対応するよという風になってきますので、これをやると一番便利かなと思います。このようにして選んでちっちゃくするとシングルポイントで今出ましたね。そして広めにしてくるとゾーンっていうのになってって、思いっきり大きくするとワイドという風に自分でピントを合わせる範囲を調節ができるので、こちらでやっておくのが一番便利かなと思います。そしてオートフォーカスの中でもう一つお伝えしたいのが、ここのオートフォーカスの項目の中補助光というふうに出てるところがありますけれども、今私はオフっていうふうにしています。これをもしオンっていうふうにするとどうなるかっていうと、カメラの手前のところのイルミネーターがピントが合うようにピカッと光ってしまうんですね。ここがピカッと光るんですね。カメラによっては赤い光がついたりするんですけども、と今部屋を暗くして半押しをしてみたいと思います。この状況で半押しをするとここがピカッと光るので、今光りましたよね。半押しをするとピカッと、暗いの時にピント合わせをする場所を一瞬照らしてピントをピシッとこう合わせるようなためにこの補助光というのがあるんですが、そうしますと例えばカメラ仲間何人かで撮影に、真っ暗の中星空撮影に行きました、先に到着している方が例えば星の奇跡を何十分かかけて撮ってる最中にピカッと光ったりすると、明るいのが一瞬でも映ってしまうと他の方迷惑をかけてしまうよというところがありますので、消しておいてよろしいかなと思います。もう一つ消しておくと良いかなというものが音になってきます。このスパナマークもしくは歯車マークのところに行きまして、この音設定ですね、今私は全て音消してるんですけれども、まあ、皆さんあのスマホなんかも操作音を消してる方が多いように、操作の音量ですね、これを消します。まずあとはセルフタイマーに関しては、まあ、集合でね、皆さんどのタイミングでピカッとなるのかっていうところなので、ここは時と場合によってやっていただければと思うんですが、私は押した時のブレを防ぐために2秒タイマーというのを使ってシャッター切ったりする時があるんですけれども、そういう時も2秒とはいえピッピッピッしてしまうので消した方がよろしいかなと思います。あとはオートフォーカスの合唱音量というものなんですけれども、ピントがあった時にピピッピピってこう音がするんですね。マックス大きな音をするように設定しますけれども、今半押しをするとピピって言いましたよね。ピピッピン立ってるよっていうお知らせの音なんですけれども、こちらもやはり消しておいた方が良いのかなと思います。これは時と場合によるんですが、例えば一緒に動画を撮ってる人が横にいますでなると、もう台無しになってしまうんですよね。花火を撮影に行った時に隣の方がこのピピッピピッずっと鳴っているので、花火の音は入れられないなっていうことで音なし
にアップしたんですけれども、やはり音がこうピピッとこうしてしまうとの周りにね、となんだろうっていう感じになってしまうので、ただ例えばポートレートでモデルさんと一緒にやってますよって時だと、お知らせと今ピントが合ってるよと立てた方がいいっていう人もいるかもしれませんが、基本はここ消しておいた方がよろしいのかなと思いますので、このピントが合った時のピピっていうのを消しますということですね。あとは、まあ、シャッター音っていうところになるんですけれども、シャッターの音がこう全くしなくなるんです。今ちょっと撮ってみますけども、今音しませんでしたよね。でもちゃんと撮れてます。このように音を消して撮りたいよって時は音を消すっていうことです。ただそこだけ を音消すよとしても、シャッターの方式というものを変えないと、これですね、シャッター方式というのがあるんですが、今電子シャッターというのにしているので音を消すことができるんですね。だけどこのメカニカルっていうシャッターを選んで、先ほどの音のとこ見ますと音量消してる。じゃあこれでどうか、落としちゃうんですね、カシャンって。音が消してるにもかかわらずメカニカルシャッターっていうのをしてしまいますと音がしてしまうので、全くの無音でやりたいよっていう時は先ほどの音を消す、そしてシャッター方式というものですね。このメカニカルではなくてこの電子の方を選んでやれば音が消すことができるよということです。最後にこれを入れておくと便利だよというものをご紹介したいんですけれども、各メーカーのアプリがあると思うんですけれども、富士フイルムのアプリを立ち上げます。このカメラとアプリでまずはペアリングをさせておくんですね。そうしますとこちらを触らないでもこの画面で操作ができるよという風になってきます。このレディーズが使えますよですとか、ライブビューで撮影ができますよ、あとはこちらで撮影したものをスマホに転送するよということができるようになっています。リモート、ここを押してみたいと思います。はい、カメラは触ってないんですけども、このレディーズ、ここのレディーズを触って今シャッターを切りました。あとはもう一つのこのライブビュー撮影というのになるんですが、今このようにスマホの画面に表示されていて、こちらのカメラの方には画面が表示されていない今状況になっています。そしてこちらのシャッター切るですね、これを押しますとこのように撮影ができました。